津川駅は新潟県東蒲原郡阿賀町角島にある東日本旅客鉄道万越再線の駅である。万越再線は私鉄の岩越鉄道の手で建設が進められた。1904年までに氷山駅から北方駅までを開通させるが、1906年の鉄道国有法成立を迎え、以降の建設は国有鉄道に引き継がれた。 国有鉄道に引き継がれてからの建設は、新潟県側と福島県側の両方から進められ、馬下津川間は1913年6月1日に開通した。津川を含めた東神原郡は、江戸時代には藍津半領であった。阿賀野川が津川より上流の野尻付近まで周運に適さないため、藍津盆地からの荷物は野尻付近で陸上げされて、 国道49号に近い経路で峠を越えると、津川で再び船に乗せられて、川口へ下る輸送が行われていた。このため津川は、阿賀野川の河口として栄えた町であった。船着き場付近には、藍津藩の米倉、塩層が立ち並び、明治維新後は、東蒲原軍の軍役所が置かれるなど、地域の行政と経済の中心地であった。岩越鉄道の建設に際して、 当初は、北方ではなく会津番下町を通る構想があった。ことから、津川が会津若松と新津のほぼ中間となって、機関庫が設置されるなど、鉄道の拠点となることを地元では期待していた。しかし実際は北方経由となり、機関庫は肘谷駅に設置されることになって、津川は鉄道の拠点からは外れた。岩越線最後の区間となる。 野沢津川間は1909年から着工されて、いたが、鹿野節津川間の赤崎山と阿賀野川に挟まれた、区間は地盤が非常に軟弱で、地面が次第に川に向かって移動していくような場所で、工事が大難航した。時間をかけて地盤から排水して、ようやく線路を敷設したが、以後も、要警戒の区間であり、約450メートルにわたり、常時速度制限がかけられている。 1914年11月1日に野沢津川間が開通して岩越支線が全通した。前述のように津川は周運で栄えた町であったが、地元では鉄道が開通しても利用するのは金持ちか役人くらいであろうと見込んでおり、周運と鉄道は共存すると考えていた。ところが全通すると、たちまち需要は転移し、 周運は衰退して、津川では多くの失業者を出すことになった。昭和初期になると諏訪平や赤崎山などがスキー場として賑わうようになり、週末になると駅がスキー客で混雑するようになった。また隣の可能性に昭和電工可能性工場が進出すると、その通勤客が増加し、最盛期には一日4000人近い乗降客がいる状況であったが、 これもカノセ工場の業務縮小により減少に転じた。1977年4月8日には貨物営業を廃止。1985年3月14日には荷物営業を廃止した。2009年9月19日には新駅舎が竣工した。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。駅の南側には保線車両を留置する側線がある。 ホームと駅舎の間の連絡はかつて校内踏切であったが、個線橋の設置とともに廃止された。新津駅が管理する業務委託駅で JR 新潟ビジネスが駅業務を自宅している。ただし、駅社員が不在となる6時50分以前と13時50分以降には出荷札業務は行わない。ホーム南側に位置する駅舎は2009年に全面改築されたもので、 阿賀町津川地区の旧市街をイメージした町屋風の建物である。駅舎内には緑の窓口、自動券売機1台、町屋室、トイレが設けられている。以前はキオスクがあったが、2004年春に閉店した。JR 東日本によると、2020年度の1日平均乗車人員は111人である。2000年度以降の推移は以下の通りである。 旧駅舎には、狐の嫁入り行列のシンボルマークと、鉄道開通以前の足であった川船が描かれていた。駅は、阿賀野川の右岸に位置するが、津川の町場の中心地は、佐賀岸側に位置しているため、駅近くの麒麟橋を渡って、徒歩20分程度かかる。周辺には、山が迫ってきている。この辺りはかつて林業が盛んであったために、一帯の山々も杉を中心とした。 新用所がよく目立つ。阿賀町内のバス路線図。時刻表は、新潟交通観光バス、津川エリアを参照。津川駅前バス停もよりの停留所は、駅前の津川駅前バス停になる。2019年4月1日現在、新潟交通観光バスにより、集落や病院へ向かう以下の路線が運転されているが、本数はいずれも一日に数本程度であり、日曜、 祝日は全微分休する。ありがとうございます。